今日はですね、企業エキスポということでですね、あのお友達、あれだよね、あの職業体験みたいなことをしてきたんだよね。しとった、クマもしとった。あの一番向こうとかだったら水がシャーってしおらして一番遠くねお友達どういうことをしてきたのか教えてくれる子いるかな。お手手挙げて教えてください。誰かいる？教えてくれる？あ、教えてくれる教えてくれる？どんなことしたのかな、教えてください。夜で聞かれたっけ。あ、ごめん。こうやってやるやつで、クマモンの絵が描いてあった。 3D アート。あ、クマモンの 3D アートをしたんだって。すごいね、びっくりはい、こちらに 3D のクマモンがいます。よく見といてくださいね。 3D です、立体でございます。はいねえ、クマモン、おそうね、 3D だけどね、ちょっと阻害やると前から、でもダメよ。 2D だったら細く見えるけど、お兄さん横から見たらだいぶ太くなっとるよ、クマモン。それがスリムに見せたってダメ、言わんでて、うん、細く見えますか、これで痩せてるって言いたいらしいです、クマモン。はい見えませんって言わせよ、クマモン。お友達チーってね、そうね、斜めから見とるけんね、お友達はね。はい、ということでですね、他にもいろんな体験ができるみたいなんで、まだやってないお友達とかはですね、この後にでも、はい、楽しんでいってください。